こう。失礼します。今日山形にはいるんですね。ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、宮間市の勝美さんに来ました。でここはすごい裏がね、駐車場めっちゃ広いんで、大型でもね、トレーラーでも、何でも来いっていう感じで、
トラック運転手さんにはねすごくありがたいお店になってます。うどんもねすごく美味しかったです。でカツ丼もねボリューム満点で美味しかったです。はい、ならねそれでは、お茶の方に帰りたいと思います。はい、皆さんおはようございます。ゴールデンウィークを明け初日ですね。はい、今日はね唐津方面からのスタート、笠積の方に向かいたいと思います。それではね休み終わりました。気合い入れて頑張っていきたいと思います。それでは、行かなければいけません。で、伊万里方面行ってからまたこっちにね、こっちの唐津の方にね戻ってくる感じなんで、ちょっとねこの一件がなかったらな、このまま帰りながら納品できたんですけどね。ちょっと一件だけポツンとちょっと離れてるんで、そこだけ、ちょっと納品に行きたいと思います。で、止まって。次の場所をちょっと確認したいと思います。これから行けるかな、行けないことはないか。よし、行くか。よっしゃ、よし、行きましょう。なんかね、この道、前の道がね通ってるみたいなんで、伊万里方面に通ってるみたいなんで、そこから抜けていきたいと思います。よし、行ってみよう。初めて通る道なんでちょっとねヒヤヒヤはしますけど、でもねこうやって開拓していくんですよね。近い道だったりとかね、抜け道だったりっていうのね、トラックドライバーってそういうのをね重ねて重ねて失敗を重ねて積み上げていくっていう感じですよね。
まだまだね、自分の知らない道いっぱいありますんでね。大丈夫そうかな。たまにね、大失敗する時あるんですよね。こわーっていうところを通ることはあるんだ。こういうね、ちょっとチャレンジャーやっちゃうと。あんまりチャレンジャーはね、新人の方はおすすめはしない気がしますけどね。一回ナビで見てみて、で、確認取れたら行く感じかな。だからあの空撮の Google マップの方で空撮でね、見て道路の真ん中にね、中央線があったらね、だいぶあの道は広いっていうことなんで、そういう感じで、確認するのもおすすめです。なんかすごい開けたところに出てきました。景色、すっげーいい景色。なんか緑、目が良くなりそう。本当に緑が綺麗ね。いやいや、初めて通った道ですけど、なかなか途中ね、ちょっとあー怪しいかなと思ったんですけど、結構ね、いい道でした。普通に通れる道。またね、これね、使う機会あると思いますんで。県道32号線かな、さあ、じゃあこのまま突き進んでいきたいと思います。終了しました。2便目の積み込み、向かいたいと思います。まあね、皆さんね、ゴールデンウィーク何されてたでしょうか。コロナっていうこともあってね、なかなかね、外とか他県に行けないっていう、ゴールデンウィークをね、今年もね、皆さん過ごしたんじゃないかなと思います。自分もね、まあ、ちょっとあんまり他県を超えるようなことはね、しない方がいいかなと思いまして、まあおとなしくはしてませんでしたけど。一応ね、県内で、で近場でなんか楽しめるスペースを探してでやっておりました。で、まあね、以前ね、ご紹介したキャンピングカーの、キャンピングカー専門店さんに、ね、お邪魔して RV パークでね、ちょっと1泊過ごさせていただきました。まあね、その時にね、まあ、メンバー限定の、メンバーシップ限定のライブとかもね、させてもらいました。ね、すごいなんか楽しい時間を過ごしました。まあ、その様子もね、また動画の方にアップしようと思っておりますので、皆さんお楽しみにしてください。このチャンネルでは自分のトラックの仕事の様子だったりとか、田舎にね、マイホームを建てて3年目の、アラフォーになるのかな、もうアラサーじゃないですね、アラフォー夫婦になりますね。アラフォー夫婦のゆるっとしたね、 Vlog をね、発信しております。この夫婦を応援したいなと思っていただける方はチャンネル登録としていただけると大変励みになります。もっとね、深く自分たちの、夫婦の内容だったりを配信しているメンバーシップなどをやっておりますので、もしね、興味のあられる方はメンバーシップの方もよろしくお願いします。それでは2便目の方、積みに戻りたいと思います。それではね、次は広川方面に向かう予定です。はい、で今日の動画はね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは